桃太郎昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日おじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へ洗濯に出かけました。おばあさんが洗濯をしていると川の上の方から大きな桃が どんぶらこっこ、どんぶらこっこと流れてきました。ももさん、こっちに来い。ももさん、こっちに来い。おばあさんが声をかけると、どんぶらこっこ、どんぶらこっこと、ももはそばに流れてきました。おじいさんと一緒に食べましょう。おばあさんはももを持って帰りました。 日が暮れておじいさんが山から帰ってきました。おじいさんとおばあさんは桃を食べることにしました。おばあさんが桃を切ろうと包丁を当てた途端、桃は一人でに割れて中からかわいい男の子が現れました。 この子は神様からの授かり物じゃ。おじいさんとおばあさんは子供がなかったので大喜び。早速男の子に桃から生まれたので桃太郎という名前をつけました。おじいさんとおばあさんは桃太郎を大事に育てました。桃太郎はご飯を 一杯食べると一杯分だけ、二杯食べると二杯分だけ、体がぐんぐん大きくなっていきました。桃太郎が大きくなった時、鬼ヶ島の鬼が村に現れて、物を盗んだり、家を壊したりして、村人を困らせていました。ある日、桃太郎がおじいさんと おばあさんに言いました。おいらが鬼ヶ島へ行って悪い鬼を退治してくる。きびだんごを作ってください。おじいさんとおばあさんはきびだんごを作りました。かわいい桃太郎が無事に鬼を退治できるよう心を込めて作りましょう。一つ食べれば百人力。 二つ食べれば二百人力、日本一のきびだんご。たろうや気をつけて行くんだよ。おじいさんとおばあさんは村外れまで送ってくれました。ももたろうは腰にきびだんごをつけて鬼ヶ島へ向かいました。しばらく行くと犬がやってきて、 桃太郎に言いました。桃太郎さん、どこに行くのですか鬼ヶ島に鬼退治に行くのさ。腰につけているのは何ですか日本一のきびだんごさ。ひとつください、おともします。桃太郎と犬が歩いていくと、猿がやってきて言いました。桃太郎さん、 どこに行くのですか鬼ヶ島に鬼退治に行くのさ。腰につけているのは何ですか日本一のきびだんごさ。一つくださいおともします。桃太郎と犬と猿が歩いていくと、キジが飛んできて言いました。桃太郎さん、どこに行くのですか 鬼ヶ島に鬼退治に行くのさ。腰につけているのは何ですか日本一のきびだんごさ。一つください、お供します。桃太郎は犬と猿と雉をお供にして、野を越え、山を越え、鬼ヶ島へ向かいました。やがて鬼ヶ島が見える浜辺に着きました。 桃太郎は船に乗って鬼ヶ島へ渡りました。鬼ヶ島に着くと桃太郎はきび団子を一つ食べました。力がもりもり出てきました。犬も猿もキジもきび団子を一つずつ食べました。力がもりもり出てきました。鬼の住処には大きな鉄の扉が閉まっていました。 私が中に入って鍵を外しましょう。猿は門をよじ登って中に入ると鍵を外しました。桃太郎は鬼たちの前に進み出て大声で言いました。桃太郎がお前たちを退治に来た。覚悟しろ。すると鬼の大将が現れました。わっ、は,っは、は。 わしらを退治に来たと、生意気な。それ、けらいども、二度と来られないように、懲らしめてやれ。鬼たちは桃太郎に襲いかかってきました。桃太郎は鬼を投げ飛ばしました。犬は鬼に噛みつきました。猿は鬼を引っかきました。雉は鬼をつつきました。ひゃ、助けてくれ。 鬼たちは散々な目に遭いました。鬼の大将は桃太郎に謝りました。もう二度と悪いことはしませんから許してください。大事な宝物を全部あげますから命だけは助けてください。桃太郎は鬼からもらった宝物を車に積んで村へ帰りました。桃太郎が 無事に帰ってきたので、おじいさんとおばあさんはとても喜びました。村人たちも、桃太郎が鬼を退治してくれたので、とても喜びました。それから、桃太郎は、おじいさんとおばあさんと一緒に、いつまでも幸せに暮らしました。終わり。